い、どうもピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ゴーピングオプシャープ3というコースなんですけど、このコースをするにあたって僕はめちゃくちゃテンションが上がっているんですよ。それはなぜかと言いますと、このトロール制作者アボツンさん、一時コース制作がなかったんですが、最近帰ってきたみたいですね。いや、おかえり、マジでおかえりアボツンさん。本当にこの方トロールコースめちゃくちゃ面白いの作るからね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.33%。さあ、久しぶりのアボツンさん、開幕殺しはないようだ。まずこの土管に入っていこっか。この土管から始めていう感じだね。開幕抜け殻。いや、全く想像できなかったね。ここバー右向いてるからさ、絶対パックの方行くと思うじゃん。それじゃあこのままドクロコースターに乗っていいんでしょうか。いや、一旦ジャンプしようか。ウオッピー、ウオッピーってさ、ウオッピオキングってつなげれない？何を言ってるんでしょうか僕は。さあ、このままドアに入っていきたいと思います。今のとこ別に何も罠なかった感じだね。邪魔すんな口先植物。すいません、今日はアボツンさんのコースでですね、テンションが舞い上がってるんで、いつもより騒がしいかもしれません。まあ、いつも騒がしいんですけど、あれ、こんなところでキノコさっき取れなかったよね。この先キノコいるみたいな。なるほど、このドアに入っていけっていう感じだったのか、ブラパンに乗って。それじゃあここはバレを信用するぞ。一旦信用してすぐ左、そしてすぐはっ。頼む、このブロック、何か救世主お願いします。何もないのか。コインコインさせてくれよ。いや、まだこれを右に行ければワンチャンある。ないね。それじゃあここは右を進化して、この溶けそうを出してパウを叩けっていうことだね。それじゃあ進んでいきましょう。次はこの上はトゲだけか。ハテナが怪しいぞ。このハテナはなんだ。スター。バレーが押し寄せてきてる。絶対このバレーヤバいやつでしょ。なんだ、やっとかんだね。今日はスタートってるからね、僕の方が強いんだぞ。だからもう邪魔すんじゃんね、バレー野郎が。だいたいさ、トロールコースでさ、バネってマジで優秀すぎない？じゃあここはそのまま下に行ってよかったっていうことだね。これはどうする。そのまま一気に走り抜けていく。なんで下に降りる。この上絶対なんかあるよ。バブルかなんだ、期待してるぞ。魚。じゃあここも左行った瞬間右を進化しろってことかな。そうしたら左のブロックが開く。何やってんのバル、そんなバレなくていいって。左のブロックを壊してくれよ。上に行ったらダメってことでしょ。ジャンプ。なるほど、これで壊れて先に進めないね。大体何なんだトロールコース制作者って。なんでこんなに騙すのが上手いんだ。僕がバカみたいじゃないか。バカなんですけど。じゃあここは一旦立ってすぐ右に行ってジャンプ。熱っ。ただスネークブロック、僕を開けて。そっちじゃないんだって。上から来たら僕やられちゃうって。潰されちゃうよ。はじゃあお前が来るかい。じゃあここは下から行けるっていう感じだね。そのまま右に進んで。うわ、このバネ信用していい。たまには信用していいよね、バネ。頼む、僕と味方に。なんなんだあいつは。やっぱりこの方が作るコースおかしすぎて本当にお腹が痛いんですけど。さあ、ここは左ダッシュでいいのか。頼む、いや上行こうか。上行って左。かっ、さかなやろうが。じゃあここは花ちゃんのところに行って、ここで右。あれ、一旦上に行かなきゃいけないの。花ちゃんを踏んですぐ左。ちょっと待って、これ魚が。当たんねえじゃんか、魚ビビらせやがって。じゃあ青の土管に入って進んでいきましょう。ここで中間ポイントすぐ取れる。やっほー。そしてこの土管に入って進んでいけっていう感じだね。さあ、次はどんな罠が待ち受けてくる。これ魚でしょ絶対に。あ、違うんだね。右出ししていいと思う。僕は右出ししていいと思う。今何が起きた。このリフトに乗ったら何が起きるんだ。なるほど、このオープンブロックがさ、下がってる時に右に進んだから落ちたっていう感じなんだろうね。それじゃあこの四角の枠、何がある。何もないのか。さ、このモグラ野郎が足の裏でやられてしまったじゃねえか。仕返ししてやるぜ。すいません、もう復讐など考えずにこの土管に入っていきたいと思います。そして次はダック、しゃがめ。うますぎ、見たこの神々。いや違うんだって。
これダックって書いてるからさ、しゃがんでおけっていう感じだと思うじゃん。そしたらヒップドロップを強制的にさせられたっていう感じか。ここ右下行けんじゃない？あ、ここどっかあるんだ、全然気づかなかった。そしてここは下だろう、僕はこっちが正解だと思います。さあ行きましょう。あの土管気になるな、入れるんだろうけど、新耐久だったらさ、ヘイ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 じゃねえんだよ、どうにかして行かしてよこれ。ただ皆さん気になるところ、この土管に何かあるかなんだが、求めてないんだってお前は。それじゃあここ右に行くには、この場所でカロンの甲羅を捨てていかなくちゃいけなかったんだね。それじゃあ進んでいきますか。そしてここはリンクがあるな、このリンクを取って先に進める。ナイス、本当に取れました。さあヒップドロップで進んでいきましょう。いいよリンク、ナイス心構え、いつ何が来てもいいように盾で防いでるね。さあこっからジャンプしたらいけなかったのかな、あのオンオフを爆弾で変えなきゃいけないみたいな。ただね、このブロックが壊れて何かあって、なんもねえのか、成敗されたでござる。それじゃあここは下に行ったら上に行ったらいけないね。そんでここで爆弾を投げてオンオフ変える、完璧だね。はっ、やるか、このどっちも剣持ってんだぞ、成敗してやるでござる。もう皆さん分かりました、このオンオフの変え方は、この場所で一旦爆弾を投げた瞬間左に行ける、これが正解だと思うんですよ。それじゃあ進んでいきますか。チェックポイントにはまだなんかな、いやまだっぽい、はっ、コロコロしてんじゃねえ。じゃあここはさ、右ダッシュして、いや踏んでこの球を避けろっていう感じだね。そしてここでオンオフをした瞬間、あいつ来ると思うんだよな、右のスノーさんも。なんでオンオフをもっかりする、この顔面狂気野郎が。はい、それじゃあ皆さん安心して、このオンを押して右に行けば入れるんだから。なんかバーがあったんだよね今。ああ違うんすよね先輩、ここはっすね、オンオフするじゃないですか。そして一旦何もしなければ先に進めるっていう感じだと思うっすよね。ほら見てくださいよ、ボム兵がブロックを壊してくれてドアに入れる、これで僕の方が上っていうことが分かったっしょ。キャーチャラキングくんかっこいい、ここはどうやって中間もこうやって取ればいいのね、チャラキングくんって本当にできるこれ。まあ先輩僕に任せてくださいよ、ここはっすね、オンオフをして先に滑る、そして一旦何もしない、そしたら腹をプレゼントしますよ先輩。いられんだよ。すいませんで、しょうもない男と女のラブストーリーを聞かせちゃって、ここはパンブロック、あれ絶対違うやつだ、こっちはなんだ、うわマジかよ、 GP1 って書いてる、戻されんのここ、あ本当に戻さ、いや大丈夫大丈夫、戻されんよ、ナイス一緒やし。いやめっちゃビビった、じゃあさここは昇ちゃんすればいいのかな、昇ちゃんしたら、そういうことなんだね、ここさっきと違うやんね、ギミックが。いやここは B スイッチ押す押す、押せない。じゃあここは P スイッチを踏むしかないで、 P スイッチを踏んでみる、そしたらなるほど、クリボーがいなくなるっていうわけね。そんでここはオンオフをして左にダッシュ、うわ何もなんないで、あれここ先どうやってする、はっ、そんなのわかるか、もうわかりました、ここは一旦オンオフをして、もう一回オンオフをして右にダッシュ、これでかわせるっていうもんだね。さあ進んでいきましょう。これはヨロって書いてんの、信用していいのか、ヨロの意味はわかんないんですけど、矢印を信用したいと思います。さあゴールを捕まって、はっ、これ中間ポイント1じゃないの、え、どうなんだろう、なぜ戻されたの、さっきと違うパターン来てよ、お願いって、ここら辺なんか違うんじゃないの、いや一緒やんかさあこの場所まで戻ってきました、どの辺だったっけ、一旦この辺でストップ、あぶねこれ取っちゃいけないやつだよね、あの中間ポイントは。さあ進んでいきましょう、そろそろ、うわ最初に戻されたわけじゃないと思います、絶対こっから何か違う、さっきと同じ感じで行ってみます。いや無理やろそれは。それじゃあここはメットを蹴った瞬間すぐ右に行ってブラパを避けろ、そういう感じだと思うんだよね、ここはジャンプしない方がいいよね、なんで普通に乗って行ってみます。さあ行きましょう、こっからどうすればいい、パウそんなことしないでって、いつも壊して悪かったって思ってるって、だからそこをどけー
じゃあここのドクロリフト上がった瞬間すぐ左に行ってパウを叩く。ナイス。そしてこのまま、あ、今度はキノコないんだね。じゃあこのドアに入って進んでいきましょう。それじゃあこのドア入ったらさ、左がパウブロックだったよね。そして左のドアに入る、それが正解でしょう。さあ進んでいきましょう。次はもうすぐゴールだと思うんだよな。ダックしゃがんでおくよ。本当にこれでいいのか、頼む。しゃがんで合ってて、今合ってたよね。このドア入ろっか。うわどうしよう、上が正解。上に行く、上に行ってみます。じゃねえんだよ、頼むって。マジで下のドアが正解だから、こっちはなんだそれ。それじゃあここは下のドアが正解。入れねえ、なんで、なんで入れないの。ここは何もしない、そういうことか。キラーの上からだったらね、入れなかったんだよね。そしてここは右のこのリンクを取ってドールへと行きたいと思います。頼む。カシャーンして、どうしよう、このブロックはコインか。ちょっと待ってね、コインコインは今日やめておく。ここでオンを押した瞬間すぐ右に、頼むゴールさせて。くそ。これはゴールできんのかな。え、これ何回繰り返せばいいの。あれ、どっか行っちゃったよ。このドアでどうなる。いや絶対合ってる。ちょっとグローブって書いてんのかな、あの意味が分かんないんだけど、さっきのツタに捕まっておけっていう感じだったんだろうね。いや死に耐久じゃねえかここで、ね、久しぶりにいい死に耐久だなこれは。でも僕の手にかかればそんなに難しくないと思うんですよ。こんくらいぐらい見てて、ちょっと待って、ね、瞬時させて、ここでジャンプ、こっからジャンプ、そして、いやむずっ、なかなかやるじゃねえか。こういうさ床が動くやつ結構苦手なんだよな。ほっ、ういで、ジャンプ、ナイス。こっからちょっと待ってね、こっからレールがあるでしょ、なんで左にダッシュしてこっからジャンプ。なんでよ、なんでそういうことすんの。あれでもワンチャンあるよ、もしかしてゴールなんじゃないですか。さあゴール連れてってくれ。なんでよ。さあ戻ってまいりました。こっからオンオフを3回ぐらい繰り返して下に捕まればよかったよね。多分それでゴールできると思うんだよ。さあ行きますか、あと1回繰り返して上を失敗しておくね。ここで上を失敗、どうなる、来たんじゃないこれは。さあ行きましょう、ゴールで、これでゴール、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー90ということで、このコースですね、ツイッターで教えてもらったんですけど、サムネの通り雲に乗ってるパウブロックに乗るだけでめっちゃ難しいらしいんですよ。いやいやそんなわけないじゃんとか思うよね。僕も思います。だがしかしクリア率が 0.71%、 数字がその証拠を示していますね。それじゃあ早速やっていきますか。まあ僕はかなりの一発マリオをこなしてきてますから、このパウブロックに乗ることぐらい造作もないことなんですよ。みんな見てて、本当に難しいのか。あ、右に行かないんだね、これジャンプしたら。うわ、なるほど、そういうことね。僕は今ので全てを理解しました。このパウブロックが右に行ってる時にジャンプするじゃん、そしたらすげえ右に行っちゃうんだよね。この超速く右に進むパウブロックを乗り継いで行けと。これほんと難しいね。これさ勢いが大事になってくるんじゃない。右に行く時に走ってジャンプ、そしてもう走ってジャンプ、パウー。これとても難しいです皆さん、どうやってクリアすればいいんでしょうか。きたね声。いや勢いが大事にはなってくると思うんだよね。こっから走ってジャンプして、もう一回チョビジャンプ、そしてもう一回ジャンプ、あっ、いや惜しい、今のいい線言ってたな。ただ僕気になってることがあるんだよな。このパウブロックが右に行ってる時に照準したら少しずつ右に行けるんじゃないの。ほらちょっとさっきより右に行ってない、これが一番簡単なクリア方法なんじゃないかな。ほい。
いや違うんだって、今のが絶対一番簡単なクリア方法だよね。このパウブロックが右に進んでる時に照射を繰り返していく、これを根気よく何度もやってればゴールまで届くはずだから、もう右に走ってダッシュして進むとかそんなリスクを犯さなくてもこのコースはクリアできるんですよ。時間は300秒もあるしね。ほら見て、もうゴールの旗が見えました。こっから右に走ってジャンプすればゴール。やめた。ご視聴ありがとうございました。いやちょっと待って、自称エンターテイナーとしてあんなクリア方法を認めるわけにはいきません。ちゃんとこのコース走ってクリアしていきたいと思います。そしてこのコースのベストタイムを取ってみ、ベストタイム何秒か見ていい？ 5.2 秒、早いな。 5.2 秒ってやっぱこういう風に言ってるんだよね。今ので5秒ぐらいか。っていうことはさ、ベストタイムこれいけそうじゃない？一旦左に行くでしょ、そして右に勢いをつけてダッシュジャンプ、こっからちょんちょんのジャンプすれば最速タイムが取れると思うんですよ。キンタウン、さあオラを運んでってくれキンタウン。心が汚れてましたね。もうキンタウンなんかに頼りません。僕の必殺技で必ず成功させてみせましょう。スバロリッサンダータック、これはベストタイム来たんじゃないですか。さあどうなる。へへん、撮ってやったぜ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。